様、ありがとうございます。この中で7日間生き抜く、それが最終選別の合格条件でございます。では行ってらっしゃいませ。まずはこの夜を乗り切る。そのためには東、最も早く朝日の当たる場所を目指す。どこだ、匂いの方向が定まらない。上か、鬼、早いもの勝ちだ。全集中、肩撃ちしよう。鬼に勝てた、強くなってる。鱗滝さんにもらった刀で首を切ると骨も残らないのか。成仏してください。なんだこの腐ったような匂いは。なんだあれは。食われた。助けろ動け。水の呼吸二の型。狐小僧、今は明治何年だ。今は大正時代だ。どうして鱗滝さんを知ってるさ。俺を捕らえたのは鱗滝だからな。江戸時代慶応の頃だった。藤の花の牢獄で50人は食ってな、ガキども。何の話だ。俺が食った鱗滝の弟子の数、鱗滝が彫った面の木目を俺は覚えている。ヤクジョの面と言ったか。それをつけているせいでみんな食われた。落ち着け炭治郎、呼吸が乱れている。もういいんだ、俺たちのことは。あいつがやられているうちに早く逃げよう。また鱗滝のガキが死んだ。兄ちゃん、手を切ってるだけじゃ俺は倒せないぞ。今ここで倒す。弾かれた。全集中、水の呼吸一の型。水面斬り。